四季桜は、バラ木バラカ桜属の桜。江戸悲願系の中の恋い眼系の栽培品種で、豆桜と江戸悲願が交雑した主観雑種で、春と秋から冬にかけての2度開花するニキザキが、最大の特徴である。最大の特徴は、十月桜、小葉桜、小福桜等と同じく、春と秋から冬にかけて咲く二キザキであり、講義の冬桜の一つであることである。 東京の夏季は春の4月上旬頃と秋の10月頃からで暖かければ冬の間も断続的に咲く。2期先以外の点では濃い岩に類似し樹形は傘状で樹高は5メートルほどの暖かぎ、一重咲きで淡紅色の昇林の花をつける。春は開花と同時期に新芽も芽を出し、一方秋は自らの葉が落ちる時期に開花する。また、 春の方が花は大きくなる。四季桜と同じ恋眼形で二季咲きの十月桜とは一重咲きか田舎で区別できるほか、その他の二季咲きの栽培品種とは、学頭と花の組み合わせて見分けることもでき、四季桜は、学頭が細く人へ、十月桜は、学頭が紅色で八重、小葉桜は、学頭が紅色で太めで人へ、小袋桜は、 学糖が、ロート型で80といった特徴がある。なお、四季桜には、それぞれに遺伝情報が違う複数のクローンがあり、同じ栽培品種であっても、そのクローンごとに特徴に、相違がある。これは、継ぎ木や挿し木の他にも他の個体と交雑した種子でも増殖され、その後に、各個体の形態が似ていたことから、別々の栽培品種として区別されず一つの、 幸い品種として認識されたことによるものと考えられている。ありがとうございます。